ちゃんマジで毛生き返ってるからね。うん、もうブリーチの毛なんて一切ないです。生まれたてのようなサラサラな毛。マジで、うん。本当にこれ地毛だ。うん。キューティクル、天使の輪っか。ね、いいな、いいな。そうなの。そう、もともと髪強いからさ、うん、すぐ戻んね。え、ちょっとハブタイムズ食べていい？え、なになになに？何？マネージャーの鈴さんから、うん、鈴さん、鈴さんが福井に行ったということで、うんうん、私はハブタイムズを買ってきてくださいとお願いしまして。何ハブタイムズって？え、食べてみ、飛ぶぞじゃあ食べてみ、飛ぶぞ飛ぶの？飛ぶ本当に飛びたい。福井結構頻繁に、まあ、地元岐阜だから近くて行ってるんだけど、うん、うまい。え、何？飛ぶぞ。食べたい。お餅好きでも好き。しかもこんな大きく買ってきてくれるの思ってなくて。え、超美味しいよ。え、マジ見た目、え、こんなんなんだってなるけど、うん、いや高級そう。あ、美味しそう、美味しそう。てか名前美味しがさ高級そう。鈴さんありがとう。ありがとう。あ、鈴さんのTikTok載せないと。そうだよ、早く載せよう。ありがとうございます。あー、すごい。そう、あ、え、絶対好き。本当に美味しいの。いや、和菓子好きだからさ、うん、なんかね、そう、うん、こんな質素なのに、うん、え、そう、ちょ、そう、こんな美味しいんだっていう。オープン、いきます。高級、高級、高級。なんかシンプル、シンプルだからこそ高級そう。いただきます。こんな感じでいただきます。うん、うまぁ。うん、うん、うん、2枚一緒に食べちゃった。そういうことじゃないか。うまい。好き、めっちゃ好き、これ。うん、うん、うん、美味しい。ちょっと写真撮ろうと思ったらないんで、ちょっと辻さんにスクショ送ってください当然のようにみんな辻さんに送ってください。飛ぶわ、これは。でしょ、うん、マジで美味しいの。うん、うん、めっちゃ高い。ね、何がこんな美味しいんだろう。うまっ、ね、うまっ。何なんだろう、これすごい、うん、え、ハマるよね、うん、久しぶりに食べた。うん、うん、もちもちしたの好き。うん、うん、通りもんとかも好き。若干もちもちしてる、うん、あー、美味しい。通りもんとさ、福島のママドールって似てない？この前食べた？ママドール。ママドール、うん、ママドールわからん。今週福島だから、うん、ママドール買って帰ろう。うん、福島なのね。うん、そうなの。飛びました、私は今。飛びました。あー、疲れた。山手線止まってんの？え、なんか山手線止まってるみたいなコメントと。携帯持ってないから調べられないわ。そう、携帯でやってるから今日は逆上がり公演どうでしたか？どうでしたか、皆さん。どうでしたか？久しぶりのリップグラスも初披露でした。結婚をするんじゃないかおめでとうとしか言えない。本当にもう私は謝る、うん、もうめっちゃ音外してた、ごめんなさい。でも声が出てるだけいいんだよ。めっちゃ声は出てたんだけど、うんうんうん、本当にごめんなさい。気持ちは乗ってた、うん、あれは無理だよ、ちょっとわかんないもん。すごい、今歌おうと思っても歌えないね。すっごい無理でした、うん、いや、いや楽しいんだけど、うん、むずいね。でもさ、めっちゃいいよね。うん、めっちゃいい歌だよね、うん、歌めっちゃいい。イントロからだからさ、エイトのさ、休止発表があって、うん、あ、そう、それじゃみんな言う、うん、イントロ流れた瞬間にもう、うん、そうーってきちゃってさ、うん、なんだろう、うん、めっちゃ泣いちゃった。あとさ、なんかめっちゃいい歌詞って思って超いい歌詞なんか約束に嘘はない、あ、あれあれあれ
いい歌ね、なんか感動しちゃう。そういい歌、うん、なんかやっぱ可愛い歌だなぐらいだったけど、うん、ね、その8の休止発表後に聞いたら、うん、染みたね、歌詞深すぎる。そうまた改めて聞くと寸劇ね、寸劇なんか新しくなったよね、うんうん、デビルマッチみたいな人。デビルマッチ何あれ、何あれ、うん、みんなからしたらどういう作品紹介で見てる、みんなはどう思ってるの、あの寸劇とか気になる、どうですか。あ、ダメだ、全然ダメだ、謎すぎるって、すごすぎる、そうなんだ、めっちゃ謎なんだ。無理やろこれ、ダメだダメだ、ちょっとここに置いたら食べたい、あ、いいじゃん、もったいもちもち、あ、いいんじゃない、ちょっと下からちょっと下からちょっと下からアングルと普通のアングルで送らせていただきます。ね、そう、全員が出ないからさ、セリフの負担がさ、うん、人によりけり偏っちゃうのよ、だからやっぱ全員を平等に出すべきだと思う。なんか前回出た時はさ、うん、脱出ゲームのなんか最終回みたいなさ、うん、なんかひなな、ね、写真撮って終わろうよみたいな、うん、めっちゃ長くてあれも何だったのかよく分かってないんだけど、うん、多分何個か飛ばしたけど、うん、まあまあまあ、うん、写真撮ろうよって言えば解決、うん、そう、あ、明日もだ、明日もありますからね、寸劇。そっか、うん、覚えてないまだ、うん、うん、大丈夫、明日覚える。そうだね、そっか、じゃあ明日はほんとメンバーガラって変わるんだね。え、そうなの、私以外みんな変わる、すごいね逆に、うん、そんなことあるんだ、そうなんだよね、2日連続って結構体力かかるからね。いや初めてかも、人生で同じ公演を2日連続、なかなかないか。でもエイトはあるか、多分夏休みのエイトとか土日とかあったんじゃない、うん、ね、最終回あねちゃんに、うん、めっちゃセリフ集中してたよね、うん、あ、こういうの嫌だね、わかる、こういうの嫌だ、わかる、ね、うん、束縛されてるみたいな、そう、わかる、やめてよ束縛嫌だ、お互い、そうさ、なんかお互いやっぱり尊重し合ってさ、付き合っていかないとさ、そう、生きていく、それ束縛とかされるとさ、良くないよ、うん、そうだ、明日波動だ、大丈夫かな、波動、うん、波動さ、誰、もぎさんと小田さん、うん、おー強っ、え、もう2人に託したもん、うん、小田さん前回の得点チャンピオンだった、ね、そうだよね、うん、服部さんの頭皮なんとか疑惑は何の疑惑、何、頭皮、何、頭皮腐ってる疑惑とかじゃないのに、星、うん、頭皮星疑惑って何、え、怖い、やだ、何、どこの疑惑ですかも、あ、ちょっと待って、コンタクト取る、はい、痛い、取ってしまう、痛くはないけど疲れてた、イエーイ、波動、波動、私は次いつ出るんでしょうか、まだ決まってない、決まってない、でも波動難しかったね、うん、めっちゃ得意そうだけど、うん、なんかあの体動かすの無理そう、指先だけならいけるけど、指先ならいいけど、そう、でもなんか最近さ、めちゃめちゃさ、うん、他の芸能人の人だからもさ、波動してるじゃん、やってるよね、この前ヒルナンデスが波動してた、そうそう、すごい、うん、波動が広がっていっている、うん、地味にむずいよね、うん、てかその避けるのがさ、体じゃなくてここについてるからさ、そう、なんかもうこうね、こう避けないと、うん、避けないから、そう、なんかぶっちゃけ足は動かさなくていいかもね、うん、しゃがむとかだよね、思った、体がこうなっちゃうよね、癖で、うん、ドッジボールとかの癖、頑張ろう、頑張ろう、うん、もうすぐハロウィン、ハロウィンで楽しみなことはコスプレする？
いやどうしようかなと思って迷ってる。する？多分する。お話し会で、うん、何するんですか？一日だけ。なんかめっちゃ可愛い、うん、なんだっけ、チャイナドレス、うん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 、があるんだよ。そうで、なんか何着ようってなっててショールームで話してて、うん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 、めっちゃ可愛いそのコスプレショップがあったの、うん、まあ高いんですけど。高そう。そうで、そこのコスプレがもうみんな万丈一致、万丈一致万丈一致で、うん、そこが可愛いってなって、そうまあお金かけてもそこにしますかねみたいな。いくらするの？1万くらい。そう、お洋服くらい。え、でもめっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛いの。後で見せてあげる。めっちゃ可愛い、マジで。そう、ナータンも着てたし、うん、三上優愛さんとかも着てる。あ、ちゃんとしたやつだ。そう、めっちゃ可愛かったの、うん、じゃあ皆さん送ってください。そんなそれもし来たらやろうかな、ね、コスプレ。やっぱコスプレはなんか自分で買うのちょっと抵抗あるよね、うん、そうね。あーにゃ持ってる。あーにゃいいじゃん。あーにゃ、あーにゃ持ってる。カツラはもうついて、いいじゃん。そう、ついてもらった。そう、なんか9月ぐらいにやろうみたいにしたの、うん、ずっとやってない。いや、ハロウィンね、やっぱあーにゃ流行りだし。そう、だからあーにゃもね、候補に、うん、ね、あね、見てるよ、また今、うん、今もね、いいね、うん、かわいい。チッ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 、アーニャかわいい、ね、今の自分の LINE のホームがアーニャ好きすぎて本当にかわいい。ちゃんとハマってる、うん、なんかアーニャ見るとにやけちゃう、うん、元気もらえる、アーニャに。わかる、うん、なんかさ、ぶりっこすぎないというかさ、うん、なんかこう、なんだろう、ムカつかないラインをさ、うん、攻めてくるからさ、うん、めっちゃいい。しかもなんだ、子供ってところがいいよね。うん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 、そうなの。なんかイライラしなくて、逆に元気もらえるアーニャ、うん、ね、可愛いよね、うん、頑張ってて。アーニャピーナッツが好き。アーニャピーナッツが好き。人参は嫌い。人参は嫌い。アイネちゃんの方が可愛いよって。でも似合いそう、アーニャ。あー、アヤニャ。そう、いやなんかガチでやってみたいコスプレを。確かに、そうキャラの絶対似合うよ、うん、頑張る。オリーナみたいだね。頑張る。そうだからね、でも普通になんかそのチャイナとかさ、うんうんうん、もうねやりたいよね、うん、2日間やれば。おーね、あ、2日間あるんだっけ。29、30、うん、2日間ある。なるほどね、お待ちしてます。お待ちしてます。ぷい。1240日、すごねいつまでやるのって自分でも思うくらい1240ってすごい。4年ぐらい、3年ぐらい。怖っ怖っ。いや、ほんと尊敬する、毎日アイドルね。え、ゆなさん、夜さんだと私おっぱいないからダメなのよ。トムさんやってたよね。うん、トムさんもすごい似合ってたけど、トムさんって感じするもん。うん、トムさん、夜さんって感じ、うん。え、そう、ちいかわ、ちいかわ好き？ちいかわ、ちいかわかわいいよね。え、かわいいよね、うん、なんかちいかわにハマりたいって思ってて。え、そうですか、ハマりたい。ハマりたくって、なんか最近、うん、街中で、うん、そうなんか例えばディオールのバッグとか、うん、ブランドものバッグ持ってる人が、うん、あ、綺麗だなって思って見ると、うん、絶対ちいかわがついてる、ね、なんで？その高級なバッグにちいかわをつける理由がちょっとよく分かってないんだけど、うん、あ、かわいいって思っちゃうのね、うん、で、ガチャガチャとか今日見たんだけど、うん、なんか売り切れてて、ちいかわの。ちいかわ人気だよね。うん、そう、本当に街中でつけてる人いっぱいいるから。ちいかわってなんかなんとかなんとかなのみたいな、なんかこじこじみたいな感じでしょ。うんうんうん、そう、なんかちいかわにハマりたいなっていう。でもやっぱ抜け感なんじゃない？あ、なんかゴリゴリのさ、うん、ハイブラだけで固めるとさ。うんうん、なんかお高い感じだけどさ、うん、ちょっと強い感じの。ちいかわが入ることによって。
まあ、私お金の花じゃないよ。なるほどね。ちょっとカバー力があるというか、別に気強いだけじゃなくて、うん、ちゃんとチーカーみたいな、好きな一般人好きな要素もありますよみたいな、ね、遊び心ありますよみたいな、うんうんうん、そういう感じなんじゃないかなと思って見ている。本当に多いよね。そう、すっごいね、綺麗なお姉さんなんだね、うん、普通になんか高校生からつけてるリュックとかじゃなくて、うん、そうブランドもののそうそうそうカバンにチーカーのマスコットがポンコって、うん、こうやって入れてんのかわいい。なんでと思いながらね、今日もいたから、うん、チーかわいいね、うん、って思いつつ、チーカーなんか、うん、なんか栗まんじゅうとかいるよね、ちいかわの。え、いるよね、栗まんじゅう。知らない。ちいかわの栗まんじゅういるいる、ちいかわの栗まんじゅうみたいな。ちいかわの栗まんじゅう、違う、え、ちいかわいますよね、栗まんじゅう。それはない、栗なの。え、なんか、あ、栗まんじゅうってまんじゅう知らない。栗まんじゅうってお菓子知らない。そういうのの、うん、え、ほらいるよね、ほらいるって。そうなの。うん、それのちいかわの顔バージョンとか、八割れとか、八割れは何か知らないけど、ちいかわの中にもそう栗まんじゅうとか、うん、八割れとかなんかいっぱいいるらしいよ。でも顔はちいかわなんだ。顔は多分一緒。おもろね。いいな、ちいかわつけたいな、なんか。え、欲しいよね、ちょっとちいかわ欲しくなってきた。ついてそう。ね、ちいかわ欲しい。ついててもおかしくない。なんかちいかわのまず LINE スタンプを買うところから始めようかなとか思ったりしてる。ちいかわ、ちいかわ、そう、ちいかわ、アニメ、ちいかわって、え、いや、どうなんだろう。でもスタンプが発祥だよね。あ、そうなんだ。 LINE スタンプ発祥のやつで、うん、多分それが人気すぎて、なんかめっちゃ流行ったね、じゃあ、うん、TikTok でちいかわよく出てくる。わかる、勧められてんのかな、だから、うん、そうだ、チーカー買いな、ね、でもなんか欲しいガチャガチャがあったの、で、うん、TikTok にもそのガチャガチャが出てきて、うん、なんかスタラップみたいな、うん、そしたら表裏切れてた。へぇ、なんか人気なんだって、チーカー。うん、目覚ましテレビの金曜日にアニメやって、あ、そうなんだ、チーカー。朝の顔じゃん。ちいかわ、すごい。ちいかわ朝の顔やん。目覚ましテレビでやってるんだ。へえー。知らなかった。寝てるからな朝。うん、そうなんだよね。うん、最近朝起きたことそんなない。北海道行った。北海道の時ぐらい。朝起きたいな。ね、そうなの。でも本当寒すぎて最近起きれない。わかる。冬になっちゃった。ね、もう普通に毛布と布団かけてる。あ、かけてる、かけてる、モコモコパジャマ着ちゃって。あら、そうだよ、いいよ。北海道でも寒くなかったんですよ。あ、全然寒くなかった、みんな言ってた。うん、なんかいいお天気でした。いいな、うん、でも北海道にあんまやっぱそれなりに上着着てって、うんうん、でもその格好で帰ってきたらちょっと暑かった、うん、あ、うん、暑かった、さすがに北海道だったんだなっていう、ね、やっぱちょっと違う、うん、いっぱいいたファンの人、うん、北海道、うん、うん、そっか、行ったことない、北海道、うん、北海道に行ったことがない、ない、行こう、行きたい、一回も行ったことないの、それは行くべき、そう、一回もなくて、行こう、さすがにエイトの活動で一回は行くだろうって思ったんだけど、うんうん、行かなかった、うん、8年間行けてないから、ね、なんで、あナイスナイスナイスよ、北海道行きたかったです。マジで北海道は本当にいいよね、うん、絶対魚美味しいもん、本当に岐阜って海がないからさ、そうだね、うん、魚がめっちゃ美味しいってあんま感じることがない、うん、だから寿司に本当に関心がないわけよ、うん、でも海の、寿司のイメージない、そう、海のある県に多分住んでたら、うん、お寿司うまとかなると思うんだけど、はいはいはい、そこに育ってないから本当に寿司に関心がなくて、うん、ずっと言ってるけど、お寿司大好き。ね、そうだよね。そう。だから私も寿司にハマりたい。お寿司にハマって？うん。
だからすごい。でもこの前行ったよね。そうそう、美味しかった、ね、あそこのお寿司。なんか回らないお寿司。回らないお寿司。なんかめっちゃ大きいこのポッていうお皿プレート。うん。お寿司。ね、美味しかった。普通に美味しかった。うん、寿司はね、いいですよ。うん、北海道ネタがでかかった。あ、やっぱそうだよね。なんかえ、これでこの値段でいいのみたいな。普通の回転寿司なんだけど、うん、え、そんなにいいんですかみたいな。うんうん、でもめっちゃ美味しいし、うん、やっぱ北海道は北海道だな。ね、そうだよね。いいな。いや、なんか行く予定だったよね。確か行く予定だったの。うん、なんか冬にもイベントあったの確か。そう、あったよね、うん、それになんか行く予定だったんだけど、うん、コロナかなんかでなくなっちゃって、去年だね、今年、去年か、今年か、あ、今年の冬かな、うん、そう、それには選ばれてたから、うん、行きたいと思ったんだけど、で、そう、リボンナポリン見てて、なんか、そう、リボンナポリンね、なんか炭酸、炭酸、うん、リポビダンデみたいなちょっと穴もね、そのなんかちょっともうちょっと刺激少ない、うん、あ、甘い版みたいな、ちょっと爽やかな感じ、うん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 、美味しかった。うーん、そう、リボンナポリン飲んでるさ、うん、あとツイッターに上げたらさ、うん、ビールですねみたいなさ、コメント来てさ、ノンアルですってソフトドリンクです確かにビールに見えなくもないね、うん、読んでいい、うん、彼女に今日頭皮からマックのポテトの匂いがすると言われて落ち込んでいます。何が解決策を教えてください。わかりました、まずは、丁寧に頭皮を洗うことだと思います、そしてまずシャンプーは取ったらここで泡立ててみましょう。お、そしてこう爪ではなくここ指先でこう揉むようにして洗ってみましょう、はいはいはい、そしてその本当根元までね、うん、ゴシゴシゴシと柔らかくして、うん、そう、あんまりね熱すぎるお湯も良くないんですって。良くない良くない。だから38度39度くらいの湯で流してみましょう、うん、頭皮マッサージみたいな、あ、そうそうそう、あれもあるから、うん、あれもやった方がいいですね。いいですね。そして、うん、リンスをつけてる場合、男性はあんまつけないかもしれないんですけど、あの頭皮につけず、ほんと、うん、毛先だけ、毛先だけね、油が溜まってしまうので、はいはいはい、です。そうです。サッカーのポテトの本当の悩み本当の悩みなのそれ。あ、でもいい匂いじゃんいい匂いまあまあまあ香ばしそうですね。香ばしそう。そうなんだ、いい匂いじゃん。うん、確かに、あ、うん、その油が溜まってるんじゃないですかね、うん、そうだね。スカルプシャンプー、そうだね、スカルプシャンプー、うん、男性って確かにいい、ね、そういうのスースーするシャンプー使ってない男性って。そうそうそう、使ってる。たまにパパがさ、うん、ていうかそう、パパが使ってんのよ、スースーするやつ、うんうんうん、夏とか使ってた。やっぱそうだよね、うちのパパも使ってた。そう、なんかボディーソープ使ったらさ、うん、痛いってなってなんかそう、ボディーソープもそのスースーするやつ、あ、それあるんだ、うん、びっくりしちゃった、痛っって痛っ。なんか夏場とかはね、めっちゃいいなって思ってた、うん、確かに。でもさ、自分で頭洗うのってむずいよね。うん、しかも伸びてからなんか、うん、本当にドライヤーめんどくさくなっちゃってさ、いや、そう、長いと大変だよね、うん、もしかしたらロン毛なのかもしれない。ああ、なるほどね、じゃ大変かも。うん、いや、楽ですよ、この長さね。え、うん、やっと伸びたけどな、でも伸びたよね、うん、そうだよね、やっと伸びた、そうだよ、こんくらいだったから、すごいわ、我慢強い。もうこんなブリーチしちゃったらもう伸ばすの大変だろうな、うん、いや、大事に大事にいこう。この辺まで伸ばしたい。おー、いいね、頑張る。いや、やっぱいいな、長いハイトーンは可愛いよな。そうね、エクステつけたいもん。うん、いいな、私も、まあ、もうちょいしたらエクステ欲が出てくるんじゃない。そしたらもう金髪ロン毛にしよう。うん、染めちゃいな、染めちゃう。あと1分で10時です。あら、じゃあもうそろそろ終わりにしますかね。うん、10時に終わるか。うん、じゃあランキングを読みます。はい。はい。
10時になった。お、じゃあ13位カンスさん。13位TRKC さん。12位わたあめさん。はい、12位ボンドアットマークなとりどんさん。11位イトッティさん。11位中心アットマーク超大盛りなとりどんさん。10位しのぴーさん。10位ひのちゃんの中心さん。9位 YS73 さん。9位ハッピーエンドさん。8位和田ちゃんはコロナ陽性中さん。8位台湾ライさん。ゆうなカミラスキーさん。7位カリネコでも好きだよさん。7位バッポイさん。6位クマックマ、あー変わっちゃった。で8位クマックマちゃんさん、はい、6位ドドさん。7位清水さん。はい、5位 TK トンクラットマークタイのナトリトンさん。6位サッサさん。4位ダイヤくん髪色最高さん。5位和田ちゃんはコロナ陽性中さん。3位幻さん。4位スイカエレ大福さん。2位ズッコさん。3位桜のお友達さん。1位大粒ちゃんです。2位やすさん。1位あやねが大好きあやね大福さんです。ありがとうございました。ありがとう、おやすみなさい。